剣道の段級異性とは、剣道の段位及び級いの制度全般を指すもので、主に全日本剣道連盟や国際剣道連盟などの定める制度を言う。江戸時代は、剣術核流派において死から弟子へ、切り紙、目録、免許等のつてくらいが与えられていたが、明治維新後警視庁が創立され組織的な剣術稽古が行われると、閣流派のつてくらいは比較対象の目安にならず、 共通基準による格付けが必要になった。明治時代に警視庁が9位制を採用、大正時代に大日本部特会が行動官柔道に習い段異性を採用し、段球異性にまとめられ、同会解散後は全日本剣道連盟が制度を継承している。その時々の社会情勢や柔道の段位制との関わりにおいて変遷を重ねた。9位は、 数字の多い方から少ない方へ昇級するのに対して、段位は数字の少ない方から多い方へ昇段する。段位が高くなるほど合格率は低くなる。また、段位の他に指導力や人格などを表す連士、教師、藩師の称号があり、講段者に授与される。明治6年4月から剣術家の坂木原鍵吉らが主催した激剣工業は、相撲工業に習い大関。 関分け、小結び、前頭などの番付けを設けた。団球異性とは異なるが、組織における剣士の順位付けであった。明治12年、警視庁に激剣世話係が創設されると、激剣工業の剣客たちは警察に引き抜かれた。警察官、海上保安官、刑務官、工具護衛官などの武道具分採用の受験資格において、柔道の段位は行動官、 剣道の段位は全日本剣道連盟から授与されたものに限ると定められているなど最も広く普及した段位となっており全日本剣道連盟の段位は社会的に認められていると言える平成25年現在6級から1級までの9いと初段から8段までの段位及び連士、教師、藩士の称号がある剣道の技術的力量及び 学科の審査会を経て授与される。9位は、市町村剣道連盟が、初段から個段までは、都道府県剣道連盟が、6段以上は、全日本剣道連盟が審査する。3段、4段審査に関しては、高等学校剣道専門部や大学連盟で、一般の審査会から独立して行われることがある。年間の審査会開催回数は段位ごとに異なるが、6段が8回。 程度を7段が6回程度8段が4回程度である東京京都など主要都市で開かれる団位を取得すると全県連番号というシリアル番号が付されデータベースに登録される6段以上の合格者は全県連の広報誌や大手剣道雑誌に氏名が公表される全県連はそのデータをもとに平成20年現在 全国の有段者は148万名、そのうち活動中の有段者は29万名であると発表している。遠隔剣道7段の免状ただし、加盟団体会長が特別な自由を持って認めた場合、全段位を有していないものでも、2段から5段の段位を受信することができる。称号は指導力や指揮権、人格などを備えた剣道人としての完成度を示すものであるため、 講段者のみ受診資格があり、いずれも加盟団体会長の推薦が必要である。称号を取得した後は、例えば、練氏6段、教師7段など、段位の上に称号を冠する。居合イ道、浄土全日本剣道連盟挙合道、浄土の段級位、称号は、剣道の規則に準ずる。遠隔遠隔遠隔国際剣道連盟の段位、称号は、 全日本剣道連盟に順ずる。日本剣道協会は、段位称号に年限を定めず、10代の少年と、いえども実力ある者には10段位を授与すると、定めている。第二本部特会は、10段位を制定している。個人道場が、独自の段級くらいを定めていることがある。一例として、入院義弘は、昭和24年に、 高野タスクサブ三郎から剣道十段を授与されている。千葉県知事の森田健作は、藩死より二段許すとされた。ありがとうございます。